土曜の夜はですね、以前はチャンネルやってたんですね。ニコ生のチャンネルを持ってまして、ニコ生のチャンネル放送をやってたんですが、あまり人が来ないんですね。まあ、あんまり人が来ないので、で、ツイキャスを、するようになりました。はい、そういう感じですね。今日も明かしタイムありますか？そうですね、明かしタイム、どうしましょうか。はい。一応無料なんで、その場合ありますね。はい、一応予定はしておりますが、予定しております。ツイキャス人気ない。ツイキャスは人気ない。やばい、弟を叩かれた。すごい痛いです。弟さんに叩かれたんでしょうか。わあ、伝道師さんだ。わーい。ありがとうございます、伝道師さん。なぜですね、ツイキャスでやるかというとですね、まあ、ニコ生の方はもう6年間やってきたんですね。ニコ生は6年間やってきました。で、ツイキャスは、ツイキャスはですね、まあ、最近またっていう感じなんですけど、ツイキャスは iPhone が多いんですよ。iPhone。そうでしょ、皆さん。皆さん iPhone でやってる方多いと思うんですが。ニコ生はパソコンが多いんですね。パソコンのユーザーが多いです。で、まあ、iPhone、ね、ツイキャスは iPhone が多いので、まあ、そういう意味でですね、まあ、そのジャンルが違うというか、まあ、グループが違うというか、やはりその、iPhone のね、iPhone のユーザーにも連動しなきゃいけない。はい、こんばんは。両方でね、パソコンのニコ生の人たちにも連動したい。それから、ツイキャスの iPhone の人たちも連動したい。まあそういうことの中で、両方見てる。はい、山本さんは両方見てるということで。そうですね、iPhone 連動ですね。iPhone 連動。お風呂はいつ入るんですか？私は朝なんですね。朝お風呂入ります。アップルもびっくり。ね、アップルもびっくり。奈良さん、こんばんは。どちらもアンチ勢力が多いことは間違いない。どっちかというと、
物欲捨てました。奈良さん、アメン。性欲、物欲捨てました。欲を捨てると、すごくこう心が清くなります。恋愛の件ですが、昨日キューちゃんの導いたナムネスがそのことを ケチョンケチョンに言ってました。そうですか、恋愛のこと言ってましたか。はい、仕事中なので戻ります。コメ読んでくれたありがとうございます。アメン。ニートが恥ずかしくないと知りました。エッチな DVD 全部捨てました。素晴らしい。人間が食べれるようになりました。肉を捨てる。僕は清いので誰か付き合ってください。ダメダメダメ。不貧困はダメです。純潔です。純潔。性欲捨てれません。どうすればいいのですか。大丈夫です。放送を見続けてください。信仰を強めてください。きっとですね、良くなってきます。恋愛禁止って聖書に書いてあるんですか。不貧困禁止って書いてありますね。不貧困禁止。イエス様を信じてから人生が明るくなりました。素晴らしい。牧師の影響で自分は一生女性をと交わらないと決めました。アメン。金杯が酒タバコやめました。アメン。わあ、素晴らしいですね。それは素晴らしい。AKB は恋愛禁止なので素晴らしいグループです。キューちゃんのおかげで毎日楽しく生きています。今日は何時までキャスしますか。一応9時予定ですね。9時。牧師になるにはどうしたらいいですか。はい、放送を見ることと、あとスカイプで、関わってください。スカイプで牧師、牧師の指導をします。彼女がキューちゃんのファンなんですけど、別れた方がいいですか。清い関係になってください。清い関係ですね。緑、横山みどりさんの配信よりキューちゃんの配信の方が時間を有効に使えます。ああ、短いからでしょうかね。キューちゃん大好きです。ありがとうございます。屋根の障害が治りました。今日は角笛なしですか。あります。免許は、牧師は免許いるんだよね。免許はいる、その教団といいましょうか、グループもあれば、私の教会は単立といいましてね、単立といいまして、そのなんて言うんでしょうかね、教団の免許はいらないんですね。角笛、お願いいたします。はい、それでは角笛行きましょう。皆さん、角笛によって油すぎが来ると、油すぎを求めましょう。角笛油すぎ、角笛油すぎ、油すぎが欲しい。この中にいるサタンを追い出すにはどうすればいいですか。油注ぎですね。このこのさん、こんばんは。アメン。油注ぎを欲しいですか。角笛を聞いて油注ぎを
受け取りますか？油注ぎ欲しいですか？キューちゃんは結果をポンと言うから理解されないのです。その過程をじっくり説明しないと。はい、行きます。アメン。油注ぎが来ます。油注ぎが来ます。皆さんに神の力が注がれます。神の力が注がれます。私たちは、人間の力ではなく、肉の力ではなく、神の力で生きるのです。神の力で生きるのです。神の力で満たされるのです。神様の力で満たされます。ぜひ皆さん、私たちは神の力で歩みましょう。神の力で歩むのです。人間の力では何もできないのです。人間の力ではなく、神の力で生きるのです。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。思い残すことはない。また明日から頑張れそうです。はい、皆さん、希望を持つのです。希望を持つのです。神様が共にいて、皆さんを励ましてくれます。助けてくれます。元気出ました。アメン。神の力。多くの人は肉の力で生きています。肉の力は限界があります。アーチさん、また明日から頑張ります。たまに見ると、やっぱり面白いな。そうですか。僕も来月から進行しようかな。あ、明日から来、新しい月です。素晴らしいことが起きます、一食。そして、4月初めに皆既月食があります。今年は特別な時なんですね。今年は特別な時です。何かが起きます。何かが起きます。東京のその直下大地震が起きるかもしれません。あ、サントス先生がよろしくと言ってました。ありがとうございます。卵さん、ありがとうございます。そうですか。嬉しいです。嬉しいです。東京のマーチフォアジーザス、外配信しますから見てくださいね。ニコ生ですが。はい。はい、ありがとうございます。ごまさん元気ですよ。明日はですね、礼拝に来ると思いますよ。5月のね、5月の23、5月23、東京の芝公園野外集会場で、マーチフォアジーザス東京。マーチフォアジーザス東京があります。皆さん、東京に近い方来てください。外配信します。外配信。パールさん来るかどうかはちょっとわかりませんね。絶対来ます。山本さん、絶対来ます。嬉しいですね。俺の誕生日じゃん。5月23日、2時から。また、近くなったらまた何回か連絡すると思うんですが。マーチフォアジーザス、イエス様の、ね、イエス様のための、キュちゃん、ステッカーありますか？ステッカーないです。ステッカー持ってません。聖職者でも罪を犯すのに理由がありますか？
人間は罪人ですから気をつけないとですね、聖職者でも罪を犯します。ですから私も罪を犯さないように気をつけていますね。もし私が罪を犯したらば、多くの人がつまずくでしょう。多くの人につまずいてほしくないので、私は気をつけますね。つまずかないように気をつけます。Q ちゃん T シャツ欲しい。やっぱりですね、私が偶像になっちゃまずいんですね。私が偶像になっちゃいけないので、Q ちゃん T シャツは、作りたくないですね。作りたくない。私たちはね、人間が偶像になってはいけませんね。やっぱりイエス様だけを誇るのです。イエス様だけを誇ります。ね、そうです。偶像崇拝ダメですね。ダメですね。はい、赤羽りょうさん。はい、いらっしゃい。ごまさん何歳ですか？知らないですね。ごまさん何歳？イエス様って昔本当にいたのですか？いましたよ、もちろん。いましたよ。こんばんは、ぼうくん、くまさん、こんばんは。はい。それではですね、明石タイム行きましょう。ね。ツイキャスだとなかなか明石タイム少ないんですけど。明石が少ないんですけど。でも、ツイキャスで明石タイム行きましょう。はい、皆さん、イエス様を信じて、イエス様を信じて、変えられた証、スタート。イエス様を信じて変えられた証、スタート。はい。ツイキャスでも、もうすっかりみんなアイドル。人参が食べられるようになりました。この放送を見て、明日教会に行き賛美歌歌いたいです。アメン。飲んでるのは、お茶です。飲んでるのはお茶の飲んでます。教会の若者が多いですか？はい、私の教会は若者が多いですね。キューちゃんの放送を見るとセロトニンが増えてる感じがしていいです。はい、油注ぎによってセロトニンも増えます。大手配信者を信じなくなりました。アメン。この放送を見ないと生きている気がしないです。素晴らしい。死ぬのをやめました。ハレルヤ。死ぬのをやめました。よかったですね。アメン。死んではいけません。死んではいけません。生きる意味があるんです。多くの人は生きる意味が知らないんですね。仕事辞めました。部屋が汚いのは自分の中にいるサタンだと思いました。車を買い替えたので事故らないように祈りました。アメン。
生きている喜びを毎日感じるようになった。アメン。バスケ部やめました。キュちゃんを通報するのはやめました。通報しないでください。金がなくなりました。大丈夫です。イエス様が与えてくれます。もう学校や家には帰りたくないと思います。思いました。キュウちゃんの顔はい、
父が死人を生かし命を与えるように、子もまた与えたいと思う者に命を与えます。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。それはすべての者が父を敬うように、子を敬うためです。子を敬わない者は父を遣わした父をも敬いません。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を遣わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。誠に誠にあなた方に告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。イエス・キリストを信じる者は永遠の命を持ちます。イエス・キリストを信じる者は神を信じるようになり、永遠の命を持つのです。アーサーさんですか。アーサーさん入れ墨入れたのかな。はい、一応入れ墨はね、一応聖書では禁じられてるんですね、入れ墨。十字架でも入れ墨入れないでください。一応入れ墨は禁止されて。出ますのでね。誰でもイエス・キリストを信じる者は救われます。新約聖書少しずつですが読んでます。アメン。アメン。皆さん iPhone 使ってるならばですね、聖書無料アプリっていうのがあります。ぜひ皆さん、死人っていうのはキリスト教信者以外の僕たちのことです。ですか。その通りです。その通りですね。霊的に死んでいるんです。未信者の方々は霊的に死んでいるんですが、イエス様の声を聞くと命を得るんですね。命を得る。タバコを吸うのは罪なんですか。基本的には罪だと思ってくださいね。罪だと思ってください。入れ墨してる人は洗礼を受けれないのですか。そんなことないですよ。洗礼受けれます。入れ墨してくれます。入れ墨していても救われます。扱いとかひどい。霊的に死んでいる。それは罪罪に生きて神様に死んでいるという、クリスチャンは罪に死んでに生きるものになるんですね。神に生きるようになる。それがクリスチャンと言えるでしょう。以前、元マスコミで話題になりました。そうですね。で、優しくなりました。アメン。対して優しくなれました。まさにですね、優しくなるということですね。優しくなる。
食べちゃいけない食べ物ってあるの。本当に捧げたものとですね、いけないと書いてあります。もの。それから、首を絞めたもの。首を絞めたものは、そのように、書いてあります。被造物に身分の上下はありません。天皇陛下のことはどなたかいらっしゃいましたね。あ、もしもし、五角ひろちゃんと申します。あ、この間一度そうかですけたことね、がああった覚えてもん。ていただきましたが、はいすみはまいせん。はちい。ょっとね、あれからいろいろやったんですけど、はい。どうもね、やっぱ腑に納はい。はい。得できないんですよ。あ、どで、ういうこまあ、と？神様を崇拝することに、崇拝というかね、崇めることによってね、ことが許されるとかね、その物事がうまく、ちょっとね、正直よくわかるというか、僕の持論で言うと、存在って僕見たことないんで、正直あんまり信用で、それであれば、自分のために、自分のためにっていうと、自分の中これをやっていこうっていうのを決めて、それをできたときに自分で自分を褒めてあげるような感じで、自分を信じることによって、色を引き寄せるっていう方がいいんじゃないかなと思ったんですよ。で、それだとダメなんですかね。でも神様を信じた方がいいということなんですか。自分を信じるっていうけどね、ええ。その自分の中にはこう信頼するものがあればいいですよ、信頼するものがあればね。い。いや、だだから、けど信頼するもの、どうぞ。人間って弱いじゃないですか、弱くてね。弱いですね。弱いで例えすばね。私なんかももうお酒に溺れてたんですよ、お酒に。ええ。で、お金に溺れる人もいれば、はい。女性に溺れる人もいればね、とにそうかですね。く、その弱い人が多いじゃないですか、どっちかというとね。そうですね。僕は女性に溺れてますけど。でしょ？でしょ？うん。で、溺れますよ。一種、まあ、その聖書的に言うと、罪の奴隷っていうんですよ、罪の奴隷。ああ。罪の奴隷っていうのは、結局ええ。欲に勝てないっていうかね。分かっちゃいるけど、やめれないとかね。ああ、っていうか、ごめんなさい、ちょっと話の途中であれなんですけど、欲に勝てないというか、欲があってはいけないんですか？
欲を正しくコントロールできればいいですよ。食欲とかね。食欲とか、まあ、ただ睡眠欲とかを正しく使うならいいんだけども、はあ、多くの人は乱用してるんですよ、乱用。乱用。乱用っていうのは、例えば、食べすぎる、飲みすぎる、遊びすぎる、ね、要するに、欲が神様になっちゃってるんですよ、欲が。欲神って言ったらいいかな、欲神。はあ、欲神なんですよ。ええ。え、それの何が悪いんですか？つまり、ね、その、大体、欲がはらむと罪を生みっていう言葉があるんですけどね。まあ、それは言いたいことはなんとなくわかりますね。その、大体犯罪っていうのは大体欲がこう、なんていうかな、コントロールできなくなっちゃうと、罪を犯すわけ。ごめんなさいね。うん。ただお金が欲しくて我慢できないから相手を殺しちゃうとかね。それから、もう欲しくて欲しくて我慢できないから盗んじゃうとかね。それから、もうイライラしてしょうがないから暴力振るっちゃうとかね。なんかこう、欲はコントロールできないで。わかりました、わかりました。欲をコントロールできない人がいるっていうのはごもっともだと思うんですけど、それがなぜ神様を信じることによって制御ができるようになるんですか？少なくとも私はできたのね。私はお酒やめれるようになったし、タバコもやめれるようになったし。あなたの場合はです。ね、別に俺人間とじゃなくてもいいかな。で、ロボット、自由意志があってって言いますけど、
ロボットと結婚したいですか、ロボットと。俺、ロボットと結婚した方が楽って思う時もありますよ。本当の女性。と結婚した方がいいじゃないですか、本当の結婚。本当の女性と。まあ、それはそうですね。だから、人間はね、ロボットとして作られるよりも、人間として作られた方が、いいわけですよ。人間として作られた方がね。だから、人間として作られるのは分かるんだけど、うん。じゃあ神様はそんなにね、合理主義じゃないと。遠回りが大好きな人だと。無駄な時間を過ごすのが大好きな人が神様ってことですね。一直線に行ったらいいじゃないですか。理想の社会を作るんだったら、アンドロイドばっかりにすればいいじゃないですか。その子供の時間がなくて最初から大人を作っちゃう方が早いでしょ。早いね。ね、赤ちゃんいちいちおっぱいあげて、それでおむつ替えて育てるの大変じゃないですか。大変ですね。でもそこに意味があると思いませんか。時間かかるけど、ね、20年とか25年だんだんだん大きくなっていくところにいろんな意味があるでしょ。まあ、いろんな意味あるもし赤ちゃんがね、20歳ぐらいの肉体を持ってね、おむつ替えたりおっぱいあげたりして大変なことでしょ。それね、だから20歳の肉体持ってたらおっぱいあげる必要ないじゃないですか。あ、そうか、そうだけど、そうでしょ。おむつも替え、でも歩く練習もしてないし、喋る練習もしてないから大変なことだと思う。その老人のケアみたいになっちゃうよ。でも20歳なんでしょ、体は。そうそう。だけど、喋れないし、場合によっては歩けないし。ね、なんで20歳の人。だって、歩くっていうのはそれだけの訓練しなきゃダメじゃないですか。歩く訓練を。いや、だからその訓練期間が赤ちゃんの時の話なんでしょ。20歳ぐらいの大人が暴れたら困るじゃないですか。いや、それは困りますね、20歳の大人。ね、やっぱり赤ちゃんだから、若干泣いても、暴れても、大人が世話できるけど、20歳ぐらいの赤ちゃんが暴れたら困るわけですよ。まあ、とにかく意味があるんだという。人間の成長にはいろんなことを覚えたり、訓練したりする意味があって、子供は子供の意味があるんですよ。はい、だから、ね、意味あるのかもしれないですけど、早く大人ができればいいっていう。ことじゃなくてね、やっぱりだからそのでちょっとね、僕の質問がちょっとちょっと理解していただけないのかもしれないですけど、はいはい、だからなんで人間なのっていうのと、じゃあ人間を作ったの、人間は何のために、最終目的は何なのっていうのを教えてもらいたいんですよ。神の子になってね、天国で永遠に暮らすんですね。つまり結局死ぬってことが目的ってことですね。いやいや、生きるっていうことが目的なんです。生きるっていうことが、どっち。でも天国で暮らすんでしょ。天国はね、本当の命で生きるんですよ、うん、本当の命で。じゃあ今の俺の命は偽物ってこと。本当ですか。そう、偽物だっていうことです。偽物です。じゃあ神様、偽物量産してるってことですね。そういうこと、そういうことですね。もう全然意味が分かんない、そうなってくると。つまり私たちは、私たちは偽物だから、時間が経つと滅んでしまうっていうことね。だから、本物じゃない。から、なくなっちゃうんですよ。ちょっと。もし私たちがね、永遠の命をもし持ったらば、永遠に生きれて、それが本当の命だよっていう。いや、じゃあちょっと待ってください。でしたら、クリスチャンの方は、みんな早く死んだ方が得じゃないですか。そこに生きてる、ちょっと目的があるんですけどね。例えばさっき言ったように、赤ちゃんが急に大人になったら困るようにね、もし私たちは救われた後、やっぱりこの地上で訓練を受けなきゃいけないんですよ。この地上で訓練を受けて、ある程度成長してから天国行った方がいいわけです。
天国には天国のルールがあるということですね。そうそうそう。この地上でね、訓練を受けてから天国に行くんですね。そういうことですね。ごめんなさいね、勉強不足でね。いえいえ、それはね、普通の人は知らないことだから仕方ないんですけど、でも、すごくね。それをなぜ教えてくれる人がいないんでしょうね。学校でも、日本はクリスチャン少ないからね、そういうことを教えてくれる人いないんですよ、あまり。でもそれが正しい道なんでしょ？はい、正しい道です。じゃあなんで社会とか理科とかのように、じゃあ算数の 1+1 が2ですよっていう授業を設けてもいいはずじゃないですか。それが正しい道であるならば。でもそれを正しいっていうことを知ってる人が少なすぎるんですよ。で、少ないイコール、どうなのかなって思うんですけど、なんていうんですか、科学的に証明されてないんじゃないのと。科学的にはね、証明されてないですよ。科学的には。科学っていうのは、実験ができて、観測ができて初めてね、チェックできるじゃないですか、正しいかどうかね。あ、じゃあ、ごめんなさい、もう一個質問なんですけど、これ最後の質問なんですけど、はい、ごめんなさい、ちょっと時間がないもんであれなんですけど、じゃあ、天国へ、例えば亡くなられていくじゃないですか。はいはい。で、天国に行った人は、なんで戻ってこないんですか、それを伝えるために。戻ってきた人もいますよ、戻ってきた人。いるの？うん、ちょっと待ってね。ここに天国は本当にあるっていう本があるのね。ほう。これはコルトン君っていう男の子なんだけど、天国行って戻ってきたの。うん、で、天国でこういうことがあったって言って。うん。で、これで、ね、映画になったんです。ちょっと待って。去年のね、12月映画になってね、こういう映画が、日本でも今上映されてるんですよ。丹波哲郎さんも戻ってきたっていう話ですよね。あれは違うんですか？丹波哲郎。あれは霊界とかなんとか言うやつ。そうそう、あれも違うんですか？あれは違いますね、あれは。あ、違うんだ、あれ。じゃあ丹波さん嘘つきってこと？そう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 、嘘つきっていうか騙されてるっていうかね。まあとにかく天国も地獄もあるんですね。天国も地獄もあるので、ぜひ天国に行きたいと思ってくださいね。ああ、分かりました。地獄があります。天国と地獄がありますね。ぜひ皆さんは天国に行ってほしいですね。天国に行ってほしいです。そして本当に人生はあっという間になくなりますね。私ももう64ですけど、あっという間に64ですが、とにかく、死んで無になってはいけませんね。死んで無になってはいけません。ぜひ皆さん、永遠の天国ね、永遠の天国に行きましょう。皆さん行くチャンス持ってるんです。今皆さんはその天国に行くその入り口を聞いているのです、ね。もう天国行きの電車から、ごめんなさい、地獄行きの電車から天国行きの電車に乗り換えましょう、ね。天国行きの電車に乗り換えましょう。今週も守られました。僕の天国ポイントは何ポイント貯まりましたか？100万ポイントにしときましょう。100万ポイント。皆さん、天国、どこで乗り換えできますか？ここで乗り換えできます。私の放送で乗り換えできますので、ぜひ皆さん、天国行きに乗り換えましょう。じゃあ招きをしましょうね。招き。はい。今日の放送を聞いて、永遠の命が欲しい。
天国に行きたい人、そして、生きる意味を知りたい方、生きる意味を知りたい方、アメンと言ってください。生きる意味を知りたい方、地獄に行きたくない方、アメン。アメン。じゅんちゃん、くろとさん、山田太郎さん、まーさん、ミューポーさん、ミルクさん、加藤優さん、爆竹さん、サザエモンさん、ライクアウィンドさん、ちょっともう読めなくなっ てごめんなさい、まえちゃんね、まあ、いろんな方、さきさん、いろんな方がね、アメンです、アメンです。皆さん、期待しましょう。もう本当にですね、真理は真理なんです。イエス様は真理であり、イエス様の御言葉は真理です。天地が滅んでもイエス様の、皆さん喜んでください。ハガルさん、イエス様を礼拝すると油注ぎがあります、洗礼を受けますので、ぜひ皆さん、一緒に祝福してあげてください。皆さんもですね、洗礼を受けたい方は、教会で洗礼を受けれますので、洗礼を受けたい方は私の方の、スカイプをですね、かけてくだされば、これはニコ生の込みですね。ニコ生の方です。で、私の、スカイプの ID は、これがスカイプの ID ですね。ぜひ皆さん、洗礼を受けてください。洗礼を受けてください。ね、イエス様を信じる信仰です。はい。それではですね、終わりですね。はい。それでは、お祈りしたいと思いますね。お祈りしたいと思います。天のお父様、感謝します。今日はツイキャスで放送しました。今ヒロさんといろいろ話ができました。聞いている方々に何か、導きがあったと信じます。私たちは、学びます。あなたを学びます。あなたの御言葉を学びます。そして、あなたの道を歩みたいのです。真理の道を歩んで、一人一人が、しっかりと成長することができますように。多くの人が罪の奴隷です。多くの人が欲の奴隷です。イエス様、私たちを守ってください。いろいろな誘惑から、罪の誘惑、欲の誘惑から守って、清く正しく歩めるように、あなたの教えをしっかり守れるように助けてください。今、アーメンと言った方々が、信仰を持つようになりますように。イエス様の油注ぎを受けて、愛を受けて、歩むことができますように。日本を救ってください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。